クレプトマニア。窃盗の緊張感と窃盗後の解放感からなる精神的起伏を快感と感知する、そんな精神障害の一種。男が経営するコンビニは万引き発生率全国トップ3入りの悪名を欲しいままにしていた。本部からの責任追及を受け、ついに男は万引き前の報復に乗り出す。すみません、ちょっとよろしいですか？全名堤メイさん。この店で万引きが問題になっているのです。確認にご協力ください。万引き？私が？バッカじゃないの？勘違いで拘束なんかされたら、私だって SNS とか書き込むから。この店の評判悪くなったら最悪、おじさんクビだよ、クビ。今なら間違いで許してあげるけど。待って、もしかして警察？それはちょっと。やましいことはないんですね。じゃあ見せてください、カバン。